ハイラル来てから祠一回も行ってないんで、どこにもワープできないんだよね、俺。全部徒歩。笑っちゃうっしょ。なんかでも、プラがリミットやから、プラに会いに行くか。あ、この下なんかある。なんかあるね。行きたいけど、とりあえずお前。通らせてもらうぞ。許可取ったよ。許可取ったよ。ほうれん草ができてないね、この職場。じゃあもうこの下行ってくるわ。これはコログかな？ウィー。やっはは。え？西高度。うわ、びっくりした。おおおお、ちょ待て待て待て、行った。いや、こトロッコがあるね。ってことは進まんねやけど。え、なんで。え、進まんねやけど、なんで。なんか引っかかってんのかな。あ、進んだ進んだ。お、びっくりした。これ大丈夫で、やべえ、壊せるもんがねえ。やべえ、壊せるもんがねえよ。やっちまった。いや、あるだろ、俺には。これがよ。おら！あれ？じゃ、これ爆弾やとかじゃないかより無理ですね。最悪。マジか、ここまで来て。ちょっと待ってくれよ。あと一砕きでいけんのに。あ、ワンチャンいける、ワンチャンいける、ワンチャンいける。おいって、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 おい。あー、そういう感じ。じゃあ徒歩で行こうなら、まあ、ここは徒歩で行こうなら、ええで、俺は別に全然慣れとるからな。まあ、これほんま慣れてるもんよ。しかも休憩ポイントまであるんですか。ありがとうございます。危ない危ない危ない。オッケー。落ちても戻れるやんっていうか、そもそもこれぬるいわ。これ奥まで来たんか。あ、ちょっとこれは無理ぽよじゃないか。ちょっとこれ無理ぽよじゃないか、これやばいぞ。なにこいつ、クソデーゲイヒノックスがいる。あ、スタミナ切れです。やばい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 、待って待って待って。あれ、ワンチャンもツーチャンもねえと思う。え、来て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 。どこどこ、これクソみたいに追いかけてくんな、お前。オッケー、やりそうした。上行けんのこれ。これ上行けちゃうの、マジで。ちょ、上行ってみよう。こうなら、あ、そういう感じね。え、しまった。社長、えのきだ社長、大丈夫ですか。え、えのきだおるん。あ、僕はなんてこと。許されざる子だぞ。君は突然声をかけるから。看板とはいえ、とうとうえのきだ社長の姿が描かれたものが地につくとは。えのきだ社長や、許されざる子と。あれ、なんか前作で家作ってくれたじゃなかったっけ。えのきだ社長はあのゼルダ姫からのご指名で、この原材置き場各地に設置してハイラルフックの要というべき人物で、えのきだ工務店立ち上げた方でもあって。何してんのお前は。おい、まだえのきだ社長の武勇伝途中だろ。まあいい、羨ましがれても困るからあまり人に会いたくないんだけど、僕はかの有名なえのきだ社長から特別任務を任されているんだ。えのきだ工務店の宣伝のために各地に看板を立てるという任務ね。しかもただの看板ではないのだよ。えのきだ社長のお姿が描かれたこの看板をだよ。年島なんて許されざることだから、僕自身がしっかり支えるのさ。え、社長、安心してください。僕はあなたをしっかり支えますから。ただこのままだと他の看板立てにいけないんだよ。どうしたらいいんだろう。手を離してみて。決めさせてくれるのか。よし、手を離すぞ。なんやねん、もうこいつは。だから話してみてって言った瞬間に、こう。ちょ待って。早すぎなんだけど。いや、待て、そういうことか。こうしたらどう？はい。支えてないのに立っている。先生なら、この方がどうだ。今ちに看板固定してしまおう。よし、来た。君のおかげでしっかり固定することができたよ。もう僕は支える必要はないみたいだ。なんて素晴らしい。俺だよ。ありがとうございます。そしてことしてお腹もやってるだろ。僕の特製弁当もあげるよ。めちゃめちゃくれるよ。あ、もっとお礼したい。僕、トットコレクションだけど、これもあげるよ。
馬宿宿泊券。馬宿あるんや。これで他の場所に看板立てに行けるぞ。お先にせよ、すりゃ。いい人やったね。じゃあ早速この爆弾バラぶっこんじゃいましょうか。ウェーイ。え、なにこれ、イエロック。え、なにこれ、イワロックやん。イワロックが家になってる。え、どういうこと。待て待て待て、ちょっと上のやつは邪魔やな。ウェーイ。ちょっとお前、所詮お前イワロックやろ。あー、え、どういうこと。共存してるよあいつら。家になってるやん、イワロック。お前それでええんか。イワロックとしてのプライドがなくなったな。ちょ、マジ、うっとしいって、お前。マジ、お前、うっとしい、ほんまに。まず、お前らやってもうて、あとはもうね、言い抜いてしまえばいいんじゃないか。で、よいしょー。登れるか、これ。登れなくね、これ。あ、登れそうや、登れそう、登れそう。あいてー。ちょっと待ってくれ。強くね。くしょ。あの板の上、板だったらここ通れるふうできんじゃねこれ。いける、え、岩ロック自体でいけるわ。あ、ま、いける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 、な、いけるぞ。上いける、上いける、上いける、いや、いった。え、岩ロック自体貫通しません。おらもう終わりだよお前ら。え、で、でも弾かれてもこれいけるよね、もう一回。いけるわ、いける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 けど判定がパリむずい。ただこれに関しても連打したらいける。ね、よし、やめて。なになに、まあ、うちわとかやってくんな、めんどくせえ。待って、あー、なるほど。一回振らせる。まずは振らせよう。一旦な、振らせたところを入る、振らせたところを入る、振らせたところを入る。振ってこないね。じゃあもう入っちゃうよ。ちょ、ふざけんなお前。オッケー、ダウンしたところをこれで入ればいいか。いいね。もう一回弓矢で2発ぐらい撃って1回でいくか。そもそもそしたらぶっ倒れるので。入れないよ、入れないよ、入れないよ。よいしょー、よいしょー、やったぜ。桜や、お花見の季節やね。お、ゲルドの姉ちゃんがいる。サバッタ。あら、なかなか素敵なボーイね。こんなロマンチックな場所で出会うなんて、私運命の人と言いたいところだけど。あら、その表情、あなたは出会いを求めてここへ来たわけではなさそうね。残念。でもこんな神秘的な場所ならきっと素敵なボーイとの出会いがあると信じているわ。うん、そういえば桜の木にはちょっとした噂話があってね。近くで悟りという不思議な生き物を見かけることがあるの。でも私は一度見にしたことがなくて、どんな姿なのかちょっと見てみたかったわ。悟りは果物が好きだという話も聞いたから、何か果物でも持ってくればよかったかしら。果物よっきあるけどね、果物。俺リンゴ。関係なさそうやな。お前がおるからなんちゃうんけ。おい、果物を持ってたら出てくんのかな。リンゴ持ってうろうろしとく。ひょこって出てくるかもね、悟りっていう子が。ん、何あれ、なんか運んでるよあの鳥。ん、悟りってあれ、いや明らか敵やな。ちょ待て、おい、止まれ、お前止まれって何してんねん。えっ、めっちゃ当たった。おい、お前なんか運んどるな。こんな動物の森みたいなのあるんやね。木の矢や、ありがてえ。木の矢3本ぐらい使って5本手に入れたわ。かっきゅうだな、目玉。へえ、お前か悟りって。ケツ汚い、お前。お前じゃないよな。あ、これかお供え物。ほい、悟り？
お姉さん、悟りおるよ、ここに。え、どういうこと？え？ほな、もらうで、リンゴ。なんかあれ、茶柱みたいになってるね。お姉さん、見た？悟りやったで、今。サバーク。あなた、また坂見に来たの？悟りおったんや、そこに。悟りが出たことによって、あっこう、洞窟か。ほわんほわん出とるね。行ってみようか。あのさ、お馬さんって名付けたいねんけど。お馬さん、捕まえるわ。ちょ、ケツ汚いけどな。まあ、やろ。よいしょー。はい、どうぞ。よっしゃ、あの、もやもやしてるとこ行こうや。お馬くんよ。川渡らなあかんな。あっこの橋から行こうか。ちょっと待って。待って、あれ、なんか、イエロックおるくないあれ、あっこに。あれ、ワンチャンイエロックやな。ほう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 ほいねー。お、びっくりした。おお前なんかどこでもおるんやな。困ったな。お前、しゃぐれちゃうなんて。めっちゃオッケーや。おい。おお、待って、なんかいる、なんかいる、なんかいる。あれ、宝石出るやつやろ、これ。ういー。ミドイルビー。しょべ。もっとくれ、もっとくれ。いいね、もっとくれ、もっとくれ、もっとくれ。なにこの洞窟。あ、やっぱお前いるんや。ういー。一発ですわ。前の土地もこれ三つ目やね。いまだこれの使いようとかよくわからん。あ、トワイ君たち。欲しい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 。消えた。くっそ。え？なんか社があるで。なにこれ。お？宝箱や。蛮族の服やん。え？こんな序盤でゲットしてんの？しかも爆弾魔もめちゃめちゃあるっていうね。え、旨味だらけなんやけど、ここすげえ。悟り様のお導きはすごいね。もっと行こうぜ。え？あ、岩ロック君やっちゃう。いいよ、多分おめえもこれでいけるよね。待てよ、一回フラッスルお前に。